正解そうです。お邪魔します。下ネタのおもろいネタみたいなのがあった時にそれを話してゆうたろうとリヒトに、あ、この人やばい人で最初ね、やっぱその綺麗な姿をしか見てないわけじゃん、ファンの人たちって。僕たちのなんかその崩れた瞬間とかさ、それこそ今日の砂風呂なんて超オフの姿じゃん。それは遊び場でしかできないと思うし。俺これ使われるか分からんけど、俺ベロンベロンで来た時あったやん。ありましたね。まあまあこれは今だから言えます。今だから言える。飲んでた1時間後収録みたいなった時に、朝早かった。だって俺ことあるごとに、あー深酔いやーみたいなことずっと言ってたやん。バーって出来上がったのを見たら、俺がただただ眠いっていう編集になってたの。そうそう、いやそれはすごい。俺あれ見た時に、ね、あ、プロなんだなって。すごいわね。だってあれマジで心配だったよね。やばかった僕ら。てかマジで空気最悪だった。ちょっと初めて不穏な空気漂ったんで。一応その進行しようとしてるこっちは。でトリちゃんはまあ酔っ払ってるけど、これが盛り上がりにつながるだろうと思って酔っ払いをやってくれてるんだけど。俺でもその周りの場の空気なんか全然もう察知できんから。ぐらい酔っ払って。結構それこそ本当に9時飲んで7時まで飲んでたぐらいのレベルよ、本当に。でも思うけど。正直 2.5 次元俳優で番組とか結構見ない。3名様5分もある。じゃあ雑炊を1人前だけもらってちょっとつまむ。うん、じゃあ雑炊1人前だけでいい。でみんなでちょっと、はい、すいません。まあでもそのシンプルに思うのが、こう結構いろんなさ俳優さんもさ結構 2.5 次元俳優で、まあ、番組やったりさやってるけど、どっかでやっぱ綺麗なものを、そうそうそう、結構やっぱ綺麗なところばっかりを、まあ、ばっかりって言ったら失礼だけど見せてるイメージがあるんだけど、うん、で俺らもやっぱそこの抵抗があるじゃん。 そんなさ、ね、ガチの深いリアルな人間の部分っていうのを見せるっていうのは果たしてどうなのかっていう自分たちのイメージも守りたいし、 でもそこをやっぱりこの人はもうだから酒を飲もうが何だろうが、だから、うん、あの信頼しすぎて預けすぎた回があった。そのもう大丈夫っしょ、なんか遊び場ならっていう。でも一応なんとかしてくれて、まあそうだね、うん、でも普通にさ普段でもさ最近の若手俳優はみたいにはっきり言ってくれるから、うん、なんか一応人間味があるから、 そうですね、そこの、だから俺らは言えないもん。嘘つけないもんだって。やっぱどっかで好感度を考えて喋っちゃうじゃん我々は。そうですね。けどトリちゃんはそこをなんかぶっ壊してくれるからね、うん、ここは見たいところは分かるけど、お客さんは ね、まあ、ね、そうだね、分かるけど、トリちゃんはやっぱりその自分らの好感度を求めてあんまり言い切れないとこをズババーンっていうのはまあありがたいなって。同じことを思ってても言葉に出してくれるから、あのまあ嫌われ役を、うん、だってもう人は誰かに嫌われるからな、うん、でも俺らの周りトリさん嫌いって言ってる人いないっす、マジで。怖いって人はできるね。そんなあんま知らない人はちょっと怖いんやろみたいな噂はあるんですよやっぱり。で嫌いって言ったらそれが俺に伝わるから。全部もう全部それが多分俺ほんまに嫌な先輩を見てるわけや、うん、その嫌な先輩辿ってんねやろうな。そんな感じは俺最近ビシバシ感じる。いやでもさ、トリちゃんが思うその嫌な先輩だったって思う人は基本的にみんな生き残ってるわけでしょ、うん、あ、まあまあまあそうかもしれない。あ、まあまあ丸なんだけど、昔は嫌な先輩だったけど、うん、今はちょっと考え方変わってみんな生き残ってるわけでしょ、うん、だからまあそれはね別に嫌な先輩がみんな、ね、生き残ってなくて嫌な先輩になってたらもうそれ最悪よ。最悪だ、うんうん、あります。難しいもんな。トリさん気持ちいいからな、見てて本当に気持ちいい。行く、俺見てて気持ちいい。本当に気持ちいいです。俺トリさん見ててマジ気持ちいい。本当にいや、この人と一緒にね番組やってるのめっちゃ俺それも気持ちいい。本当になんかそれはよく分からんけど、でもなんて言ったってやっぱ高橋健介ですから。健介さんもうここ4年で高橋健介っていうトレンド作り上げたんでしょ。いや健介くんってマジですごいですよね。いやでも最近やっと自分で引いてきたレールがみんな認めてきた。今年よな、今年ですよね。今年よな、 やっと今までは何してんだと思ってました。
近くでいて後輩としてはい、ケンスケ君と仲いいんだって言われて、後輩ですもんね、イクミ君は。確かに本当に俺ついていってよかったなって思いましたもん。逆に投資した甲斐あったみたいな感じ。はい、投資されてたけど逆投資してたんですよ、あれ全部実は。お金と時間をね。あ、まあそうだそうだね。今一番勢いありますよ正直言うとケンスケ君が出てない番組、ちょっと名前が上がった番組でトレンドに上がる男ですよ。ありがたいですけど、でもね、俺自分で思うけど、トリちゃんがこれ結構ガチな話で、この4年間遊び場をやって、多分ちょっとずつ認めてくれてる部分、多分その刀剣だけだったら、はい、なんやこいつって終わってた部分が、こう長い時間をかけて、俺初めて人を殺めようと思ったのこいつや今まで生きてきた中で、それこそ初めて共演した時やな。そうだね、初めて共演した時に初めて人を殺めようと思った時はこいつやった大阪でね、うん、あれが2016やから6年前ぐらいか。6年経つと人は変わるんやな成長した。だってそれこそ俺が出会った時のトリちゃんの年齢を今俺がもう超えてるというか。でも今俺も思うけど、嫌だよ俺みたいなやつが若手みたいな。そうなってくる。お前もそうなってきたってことは、そうなってくる。やっぱ俺も後輩に対してうんって思う後輩ができたってことは、多分同じ感覚だったから。そう、多分そうやと思う。だから俺もそうやと思う。俺が好きな先輩と出会った時の先輩の年に自分が来た時考える。あの先輩がこの時年にいたってことは、あの先輩ここまでこうしてたんやとか考えるようになったもんな。それは絶対行くのに、ゆうたも出てくると思うけど。ゆうたろう、もうちょっと俺のこと褒めていいんだよ。よく頑張ってる毎日あ、毎日偉いと思う。本当？うん、美味しい茶碗蒸し。でも俺、ゆうたろうからもらったこの4年間で一番の褒め言葉は、俺一個だけあんの。何？僕たちの遊び場という番組で一番得をしてるのは高橋健介です。俺これはね、ずっと残ってる。マジこれ。そんなアニメの治療みたいな。1、2年前ぐらいです。そうそう。この番組で一番得してるのはケンスケ君。そうなんだ。遊び場で言ってるやつでしょ。遊び場で言ってるし、多分裏でも言ってるよね。裏でも多分、うんうんうん、やっぱ俺もさ、なんかこういじられたりさ、こう訴えられたりとか、こうみたいな。でもまあ乗るけどね、みたいなのがあるっても、そのゆうたろうの一言で、あ、そっか、俺は美味しいんだみたいな若手芸人みたいな。でもなんか最近改変期じゃないけど、うん、その乗り越えなあかん遊び場の壁出てきたよね。それはある。これ話そうよ。ちょっと今、はい、このこれを機に、あ、それ、あの遊び場の今後について話したいと思う、うん、だっていろいろ出尽くしたい、いろんなことが、企画とかね、お仕事もねしてもらったし、遊び場ならではのさ、その 2.5 次元あるあるとかこう来て、うん、裁判とかで一通り終わって、うんうん、どないしたらいいの？一定のまあ視聴者数で10万人はもちろん超えましたけど、うん、まあでもそういう中でシェアハウス、こういうロケはまあまあまああるとしても、ね、今後はそうだな。でもどうしたらいいですか、ゆうたろうさん。なんで僕令和のゆうたろうとして僕ただ楽しくやってるからな。だからまあこうしたらいいのにな。新しい風吹かせるためにはやっぱ今2人のさ共演者をずっとゲストで呼んでるじゃん、うんうん、だもちろん2人は、うん、共演もあるしエピソードもあるしあるけど、僕らって正直さ初めましてだったりプライベートで一回会ったりとか、はい、だから全員が初めましてを呼ぶとか、確かにもうそこで全員がもう一からスタートするっていう、その4人の実力が多分出てくるじゃん、うん、なんかそういうのが大事なのかなって思う。初めての人に対しても遊び場の感じでいけるのかどうか。確かに、もう一回4人だけで収録するとかでもいいし、久しぶりにね、そう企画4人収録はやった方がいい。そうだね、そうやっぱなんか1ヶ月に1回はやりたいなって思う、その一周出すだけでも。でもなんかうちらって何もなくても喋れると思う。それが面白いか面白くないかどうかは分からんけど、それが見せ物になるレベルまでこうダラダラ話してない見せ物になる段階の差だよね、多分。そうだから、その今のシェアハウスが多分それの真骨頂なのよ。そう、ね、今僕らが生活してるのをただただお届けしてるわけじゃん。そう、ね、保護者の皆様がどれだけ許してくれるかのラインをどこまで攻めれるか。確かにシンプルアンケート取ってみる。どこまで俺たちでだけで満足できますかみたいな。
あ、ちょっと今のなしにしよう、うん、ちょっとね、なんか思いのほか違うとこに来た、はい、だから酒飲んでても分かったわ、それは、うん、めちゃくちゃうま、雑炊やばいわ、雑炊行きたいっす、あーすいません、これ雑炊か、分けてくださったの、めちゃくちゃうまいわ、雑炊、イクミが思うことある、なんかイクミほら、あんまりちょっとガチなさ、やっぱ言うてどっかで俺とか取れちゃう、やっぱちゃんと先輩と思ってくれてるからさ、うん、ガチな、あ、まあでも、うん、やっぱちょっと昔の動画とかたまに見るんですよ、うんうん、遊び場、まあ、これでも個人的なあれなんですけど、昔もっと積極的にみんなに言ってたなって思う、今ちょっと慣れちゃって、イクミ自身がでちょっといい人ポジションみたいな、あ、あれたまにそういう裁判とか与えられるとおかしなはなるんですけどそこは自分でも自覚してる、あ、よかった、でも昔もっとなんかガツガツ言ってたなっていう、起爆剤って言われるぐらいだったんですけど、俺今火ついてない爆弾みたいな たまにもうなんかピッみたいな爆発するなって思うんですよ、爆弾みたいなね、はい、むずいよな、そうなんですよ、バランスな、いや、まあ、でもバランス的にはいいのかなと思うんですよ、やっぱみんなうまいから、みんなそれぞれね喋れていいから、だからどんだけイクミが緩和するけどずらすかが肝になる、でもそれを任してる自分たちのも良くないないけど、いや、ね、嬉しいですよ、でも振られたら、だって困ったらちょっといくみどうってやっちゃうとこは正直あるからね、こっちは正直、でも今でも頑張ってこうやって行くんですけど、年齢上がるごとにちょっとやっぱ違うんですよ、前と、だからまあ今の自分を見せたいんですけど、確かにな、その自分のやってく仕事と変わってくるから、はい、その自分の内面と、そうですね、だから自分のそのね俳優としてのお仕事とのお付き合いで気持ちが下がってる時に振られたら全然出ないとか、それは自分が悔しくて、いつもでもさ、あのスピピが言ったのが一番じゃん、あのスピピがさ無茶振りされた時に、バラ遊び場来たって感じ、バラ遊び場来たって感じ、なんか言ってましたね、それってことはやっぱイクミの遊び場の一部として、うん、わけわからん、これが遊び場かってね、みんな言うもん、うん、だから俺なんかずっと思ってんのは鎌倉行きたいの、うん、鎌倉だって3人で行ってん、あー、そっか、あの、あれを1回4人にもう1回こう塗り替えるじゃないけど、うわ行きたいですね、同じ場所一旦行きたいね、そう3人で行った、で携帯ちゃんと落として、それはしょうがないです、うん、あれ奇跡なの、あれ奇跡なの、いや、足上に靴下浮いてんのめっちゃおもろいけどな、はい、やったやっぱね、でも10万人いったからさ、こっからまた次に向けて頑張んないかなってのある、うん、でも、ね、変になんかエンジンかけるより今まで通りにやって、離れる人は離れるし、すいてくれる人は見てくれるから、今まで通りやった方がいいと思うんだけどな、うん、来るものは拒まず、去るものは追わず、うん、ちょっと追っちゃうけど、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あと俺の任務が1個残ってるから、うん、あの、オタク訪問、あ、確かに、今ちょっと今コロナ禍でいろいろ整理してますけど、それはやっぱビシッとやりたいなって思うんですよ、やっていただいて、え、本当に俺だけな、うん、それはもうだって言ってるから最初言ったけど、やっぱこう遊び場が大きくなったがゆえに遊び場のファン、だって今日だってさ、大分で遊び場見てますって言われると俺は思ってなかったよ正直、ってことはやっぱ遊び場のファンも増えてるからさ、別に俺ね4人が1個行くパターンもあるし、4人で1個行くパターンもあると思いますよ、僕逆パターンでもいいと思ってるよ、逆パターン、高橋家に4人で行くっていう、うん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 、高橋家に4人で行く、なるほどね、なんでこういう風に育ったか、そうそうそう、健介くんの生きてきたルーツね、あ、俺のルーツ、じゃあ、終わった次の遊びはどうしていく、この10万人超えて、でも一番は続けること、うん、やっぱりまずはね、続けたがゆえにこうなってるっていうのは俺あると思う、あと誰も悪さしないこと、そう、本当に本当に皆さん気をつけましょう、うん、一番危ないのはそれよ、あれもう一歩手前じゃん何が一歩手前お前それ全部あかんだろ、一歩手前、まあだからそうだね、あのだから俺たちが、うん、あの黒いスーツを着て、うん、黒いネクタイをして、うん、こう謝罪動画を撮ることがないように、まずはね、まずはみんな一人の人間として、一人の人間としてみんなまっとうに生きて、迷惑かけないよね、番組を続けていくっていうことがまあ一番ですかね、何、うん、かあったらごめんね、なんで言ってるねえ、うちの鳥越がすいませんみたいなのやめましょうよまだカーテン事件ぐらいだね、
カーテン事件は俺じゃない。カーテン事件はもうライトですから、あれ根に持ってるすませんってディレクターがやってるから。じゃあこれね、カーテン事件これは言いたい、これ俺もう名誉のために言いたいけど、うん、これ別に当初で始まった3のスタッフのせいじゃないから、うん、そのいろんな人間が増えて、いろんな助けてくれる人間が増えて、うん、助けてる人間の中にちょっとだけ連絡、ね、そう管理がちょっと、そうそう、だからちょっとした行き違いですから、あれはね、あれは誰も悪くない、愛やるがゆえにああいうおもろい文章が出てきたっていう、ね、いや、そうそうそう、なんだ、なんか饒舌になってきたな、ようやく持ってきたよ、やっと、え、まだあと2分で、あと2分であと2分で、お前あと2分で。じゃあ、ケンスケ君、総括、総括、ですね、あ、ダメだこれ、あ、これダメ、映像ですね、いけるいける、お酒の力借りて、いや、始まりの男から一言、こいつ多分ダメだよ、多分ダメだわ。グッといった。俺もう分かった。ダメだわこいつ、これからも僕たちの遊びはね、続いていきたいと思います、保護者会の皆さんには、そしてこれから保護者会になる皆さんにも、続いていきたいと、続けていきたい、続けていきたいと思います。で、保護者会の皆様も、これから保護者会になってくれる皆様もね、応援していただけたらと思いますけども、うん、最後はですね、我らが起爆剤、うん、伊坂郁美さんの素敵なソングで、締めたいと思います。お願いいたします。って言ったんで、早速甘えてるじゃん。甘えましたね、早速。言われたな。ここは来ると思ってなかった。甘えましたね。お願いいたします。じゃあ皆さん、はい、ご一緒に。はい。さんさん悩ましみたいな感じです、これは。いいですよ。行きましょう。行きますよ。せーの。遊び場遊び場遊び場、これからまだまだ続くよ、愛され続ける遊び場、最高、大分来た頃次はどこ行く、はい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 、世界に飛び立て遊び場レッツゴー。皆さん、お撮ってください。ありがとうございます。これからもお願いします。お願いします。私の遊び場よろしくお願いいたします。おお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 おハンド天狗だ。すげえ。わわわ。僕たちの遊びはね、続いていきたいと思います。続いていきたいと、続けていきたい、続けていきたいと思います。僕らが当てるってことだよ。ちゃんと見えてない。はい。ん？